10分塩茹でって本当？皆様こんにちは、チャッキーです。はい、今回は春の味覚の王様といえばタケノコだと思いませんか。ほんのり甘い香りと食感が特徴でめちゃくちゃ美味しいんですが、やっぱタケノコって柔らかくなるまで茹でるのに時間がかかったり、アク抜きするのにね、ぬかやタカの爪なんかを一緒に茹でて、しかも茹で上げたアク抜き終わったらもう鍋もドロドロで大変、これがちょっと嫌なんですが、今回このタケノコのアク抜きの方法いろいろ調べてたらめちゃくちゃ簡単にできるっていう方法が見つかりました。なので私は興味があったんで、ほんまにアクが抜けてね、美味しく食べれるのか、もしそれが成功したらね、今までぬかと一緒に茹でてたんで何やったっていうぐらい、もう茹でる時間もね10分から15分なんでね、ちょっと検証してみたいと思います。果たして美味しくアク抜きしたタケノコができるのかね、ぜひご覧ください。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。こちら普通のタケノコ1本ですね。もうスーパーで買ってきました。タケノコっていうのは土からこう掘り出されるとアクがどんどん回り始めて、やっぱり食べた時に口の中がイガイガとしてね、ちょっと食べにくかったりして、アク抜きをしないとね食べれないんですが、今回の方法本当にアクが抜けるのかめちゃくちゃ楽しみです。なのでね、朝掘りのタケノコとかそういうのではなく、本当一般的にスーパーでもういつ取られたかわからないタケノコを使って検証していきたいと思います。はい、そしてね、今回はタケノコ1本分だけ茹でるんで、1リットルのお水ですね。お鍋ももう手のひらぐらい、ちっちゃいやつ、おっきいの用意しなくていいんで、むちゃくちゃ楽ちんなそうです。はい、そしてね、お塩なんですが、こちら小さじ2杯、1リットルのお水に対してだいたい 2% ぐらい、それぐらいのお塩でね茹で上げるとアクが抜けるそうなんで、1リットルのお水と小さじ2杯のお塩用意してください。材料は以上です。まずはね、タケノコ表面を水でさっと洗い流して土なんかを取り除いてください。そしたらタケノコね、今回も丸ごと湯がくんじゃなくて切り分けてから湯がいていくんで、ほんと湯がく時間も10分から15分でね、めちゃくちゃ早いし時短になると思います。ということで、このタケノコのこの皮ね、ペリペリーっと剥いていって、食べやすい中の身になるまで剥き取っていってください。はい、この割れ目から指をさっと入れてね、バリッと剥がしちゃうと綺麗に剥けちゃいますんで、どんどん剥いていきます。はい、これくらいですかね。ある程度剥き取ったら、この先っちょの方はもうね皮ばっかりで、この辺は薄い姫皮が巻きついててまだ食べれるんで、はい、ザクッと切り落としちゃってください。もうこの先っちょの方はほとんど食べるとこないんで、ほかしちゃいましょう。皮剥いてね、作業している間にさっきのお湯は塩を加えて沸騰させておいてください。はい、タケノコいい感じの形にできましたら、もうすでにねここで切り分けるそうです。やっぱかっこいい形がいいんでね、3分の2かな、こう見にくいね、頭から3分の2ぐらいは、はい、こんな感じでもう半分に切っちゃいましょう。まあ、よく見るタケノコの形、この根元の部分はね硬いので2つにして、さらに食べやすいように3等分にしときましょう。はい、こうやって切り分けてから茹でることで火の通りも早くて、ほんとね10分15分で柔らかくなるそうです。あとこの周りのちょっとなんかブツブツの気持ち悪いところは軽くこうやって薄く剥いといてください。はい、こんな感じかな。もう至って普通に食べる時のタケノコの形にしときます。ほんまにアク抜けんのかな、ちょっと怖いですけどね。もし塩茹でだけでアク抜きできたら最高ですよね。この方法だとね、ほんと時間もかからないし、ぬかやタッカーの爪なんか入れてね、お鍋もドロドロに汚れないし、めちゃめちゃ楽ちんやと思いますんで。はい、ということでタケノコをまず食べやすいね、いい感じの大きさに切り分けておいてください。はい、こちら1リットルの水に小さじ2杯のお塩を加えて沸騰させた状態、ここに先ほど切り分けておいたタケノコちゃん全部入れちゃいます。はい、ポチョンとな。タケノコがこうやって浮かび上がってくると、この変色したりね、アクが回ったりするので、落とし蓋をしてください。しっかりタケノコをお湯の中に沈める感じですね。はい、これで OK。 再び強火のままボコボコと沸騰してくるまで加熱していただいてね、沸騰してきたら、まあボコボコと沸騰しているのを保ちながら、だいたい10分から15分間柔らかくなるまで入れてください。もう切り分けてあるんで、あっという間に柔らかくなります。はい、こんな感じで沸騰してきたら、まあちょっとね吹き込
ぼれないように火力調節していただいて、ボコボコと沸騰している状態の強火にしておいてください。普段一般的に行われる方法でしたら、ぬかや鷹の爪なんかを一緒に入れて茹でていくんで、このタケノコに含まれているアクの成分っていうのは水溶性でね、加熱するとこの水の中にこうバーッと流れ出てくるそうです。ただ米ぬかや鷹の爪を一緒に入れて茹でることによって、その成分が化学反応を起こしてね、ちょっと変わった成分になることによって、この茹でてる最中や冷ましていくときにタケノコの身の中にアクが戻らないっていう風に僕は聞いてたんですが、今回の方法はね、塩水だけでこのアクをブワッと外に出しちゃって、この後する作業でアクをねタケノコの中に戻さないっていう方法らしいんで、ほんとこれができたらマジであっという間に茹で上げられて、鍋も大きいのいらないし、むちゃくちゃ便利なんで、検証結果が楽しみです。果たしてアクは抜けてるんでしょうか。はい、こちら今ね10分から15分しっかり湯がきました。じゃあちょっと落とし札取ってみましょう。あつつつ、一応ねタケノコ柔らかくなってるか確認するために、はい、こちらね竹串とか金串なんかでいいので、ちょっと突き刺してみてください。ススッと入れば OK です。あー、いい感じね、もう柔らかなってるわ、すごい、ほら簡単に突き刺さる。はい、ここで柔らかくなったらですよ、このお湯の中にタケノコのアクが溢れ出てますので、まずはザルに一気にねお湯を切っちゃいます。はい、まずはねボウルにお水をたっぷり溜めておいて、すぐ冷めるように準備しております。はい、そしてザルを用意していただいて、茹で上げたタケノコバサッと揚げてね、しっかりお湯を切ってください、はい、すぐさまこのボウルにつけちゃいます。ここでお水を上からね少しずつ流し入れてください。でこの表面にちょっとアクが浮き出てるんで、軽く優しくね撫でるように洗ってあげて、はい、この状態で 4,5 分ですね、水でゆっくりさらしてタケノコをしっかり冷まします。はい、そうするともう簡単にこのタケノコのアクが抜けているという、こんなやり方でしたが、果たしてどうなんでしょうかね。このままちょっと 4,5 分水でさらして食べてみたいと思います。はい、こちら今しっかりね流水の方でさらして 4,5 分かけて冷ました状態、見にくいですかね、ごめんなさいね、状態ね。はい、このタケノコ柔らかくいるってアク抜きした状態ね、水につけた状態で冷蔵庫で保存していただくと、まあ、5日から1週間ほど日持ちしますんで、アク抜きした状態でしっかり保存しておいて、煮たり焼いたり揚げたりと様々な料理に使えて、春の香りを楽しめるね、ほんと春の味覚の王様だと思います。はい、それではちょっと楽しみね、まだ何の味付けもしてないんですけど、ちょっと一つアク抜きできてるか食べてみたいと思います。わー、怖いな、これでアク抜けてなかったらマジ最悪。こちらきます。お、アク抜きできてる、できてる、まあできてるか、ギリって感じですね。あ、確かにこれは大丈夫かもしれん。この後ね調理したら多分完全に分からなくなるぐらい、食べて噛み締めた最後の方にちょっとアクのような感じのものを感じるんですが、うん、もうなんかエグいっていうような状態ではないです。うん、おいしい。いや、この方法いけますね。うん、いや、ほんとね15分ぐらいで終わったんで、めちゃめちゃ茹でる時間も早かったし、これはいける。はい、今までねぬかや鷹の爪いろんな方法ありますけど、結構時間がかかってね、大きいお鍋も必要で、アク抜きし終わった後はもう鍋もドロドロになって最悪やったんですが、なんと少量のお湯とお塩で湯がくだけでね、あっという間に茹で上げたアク抜きできてます。いや、この方法マジおすすめだわ、すごいな。今までやってたの何やったんやろ。まあ確かに若干切り分けてから茹でてやるんで、まあ、長いこと保存しておくとタケノコの風味なんかも薄れてしまうかもしれませんがね、その日にサッと入れて作ったらもう全然問題ない。いい感じに茹で上がりましたんで、マジでおすすめ。いや、これは検証した甲斐があった。これでタケノコもね少しずつ使えてめちゃくちゃやりやすそうですわ。いや、ありがとう、誰やこんな方法考えるの。はい、ということで今回は春の味覚王様タケノコアク抜きのね、めちゃくちゃ簡単で時間になる方法を紹介させていただきました。マジでこれアク抜けます。ぜひ皆さんもやってみてください。